どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、2回目の攻めやっていきたいと思います。ですね、今の戦況を見てみると、非常に厳しい戦いですね。はい、非常に厳しい戦いでございます。相手が本当にもう素晴らしくうまいです。美しい。そして、相手の敵チームまだこれほどの、あれですからね、攻撃回数が残っていると。今回は本当に厳しいかもしれません。早速、今回私が攻める10番攻めていきたいと思います。まあ、偵察をね、まずはしていきたいと思います。まあ、防衛施設的には、タウンホール、10中盤っていうぐらいですかね。中盤、中盤に近い序盤かなーって感じですね。まあ、迫撃砲と、あとは、水塔とかも3つあれで、さらに、巨大クロスボウがレベル3、あ、レベル4ですね。が、3つですね。そして、インフェルノが3という感じで、まあ、中盤ぐらいですかね、ちょうど。そしてですね、今回私の編成は、はい、この編成でいきたいと思います。まあ、ラバルガンをですね、結構今回その、その無攻撃地帯といいますか、攻撃が当たらないところをガーゴイルでちょくちょくここら辺とか、ここであったり、ここら辺も削れるので、ちょくちょく削りつつ、下から攻めていって、まあ、ガーゴイルでタウンホール取れたら、まあ、取って、もし取れなかった場合はヒーロー後出しで、しっかりとここのアーチャークイーンでね、タウンホール取っていくという感じのシナリオを勝手に頭の中で組んでおります。ということで、行きましょう。10番行かせていただきますと。あ、ます。いや、これ相手の援軍はネクロとかでしたかね、確か。では、早速、行きたいと思います。もうね、もう相手強いですけれども、私が、ここで、星2しっかりと取らないと、もう、本当に、メンツ的にも、ダメだと思うので、メンツというか、私の、顔が立たなくなってしまうので、それでは、行きたいと思います。ヒーローよし、ヒーローよし、呪文よし、援軍よしと、よし、行きます。ちょっと手汗がやべえ。今もう私緊張していません。もう、行きますという感じですね。行きます。まずは、無攻撃地帯をですね、ちょっと掃除していきます。よし。ここでちょっと落ち着いてね、しっかりと掃除していけたらなと思います。やばい、本当に緊張する。本当にやばい。しっかりと、まあ、サイドカットではない、サイドカットではないですね。パーセント稼ぎで、ここでレイジを先に打っておきたいと思います。そして、広くですね、出していきます。さあ、来ましたね。さあ、ここで、さあ、ガーゴイル頼む。相手のアーチャークイーンも処理できてますね。あー、ちょっとガーゴイルが、完全にですね、厳しい感じになってますけれども、ガーゴイル、バルーン破壊してくれ。押し、OK。よし、いいぞ。シナリオ通りだ。よし、いいぞ。ここで 50% も取ってくれるだろう。よし、行きます。しっかりとサイドカットできてますね。ヒーローを投入していきたいと思います。相手の援軍にまだバルーンとかゴブリンが入っているんですよね。よし。ここでスケルトンがいますけれども、しっかりと、ここはまあ、アーチャークイーンが処理してくれますね。行きたいと思います。頼む。マジで頼む。マジもう、顔がねえからな。よし、で、相手の援軍が出てくるんですけれども、ここはしっかりと落ち着いて処理していきたいと思います。相手の、出てきましたね。おそらく出てきました。しっかりと。巨爆。ここでなんか無駄にスケルトンが出てきましたね。頼む。よし、バブキン頼む。いや、ここでターゲット取られてます。落ち着け、いけ、しゃー。うわ、危ねえ。うわ、
やばい、もうなんだこれは、本当に本当になんだこれは。クラクラってなんだ、クラクラってなんだ、マジで何なんですかね、クラクラって。あーよかったよかったです。あ、分かったですよね。あーもうね、もう何なんでしょうね。ということでまあ完全にある格下を攻めてしまいました。申し訳ございません皆さん。私5番目なんですけれども、私星に、これはちょっとね、しっかりと星に取っていかなくちゃいけないなと思って、10番攻めさせていただきました。いや本当にクラクラって奥が深いわ、やばい、なんでここまで、すごいわ。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったです。